ストライクになります。まあ、こういう足のあるバッターが出塁してなんとか突破口を開いてほしいところですね。そうですね。インコース詰まりました。これはショートライナー。打席には3番バッター坂本、前の打席ではフォアボールを選んでいます。まずはワンアウトを取っています。最初は変化球できました。まあ、このカウントは狙っているボールだけを打っていく感じですね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打った、伸びていく、どうだ、入れば貴重、入りました、ホームラン、ソロホームランが出ました。素晴らしい一振りでした。高めに浮いたストレート、しっかり踏み込んで引っ張った打球、スタンドに放り込んでいます。追加点が入りました。ジャイアンツ2対0になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに白球消えていきました。見事ですよね。試合はすでに中盤戦。ここで点差が開いています。バッターは4番、岡本。ジャイアンツ、ホームランで追加点を挙げています。西さん、勢いが出てきましたね。こうなってくるとチーム全体が乗ってきますからね。そうですね。この勢いをこのまま続けることができるか。最初は変化球できました。になります。インサイド落ちました。強い打球、打ちました。ファーストが取る。一塁そのまま入ってアウト。バッターは5番ゲイル。ツーアウトランナーありません。インサイド見送っています。今のはバッターよく見ましたよね。ボール先行です。さあ3球目は何か。引っ張った、一塁送球、一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ジャイアンツソロホームランで追加点を挙げています。6回終了2対0ジャイアンツのリード広がっています。小宮山さん、ここまで無失点、見事なピッチングが続いてますね。まあ、そうですね。もう本当に計算通りのピッチングと言っていいと思いますね。どこまでこの投球続くんでしょうか。まず内をついてきました。
球目は何で来るか。スライダーできました。落ちるボールはこれは外れています。引っ張った。打球はライトへ。ライトが取りました。ワンアウトです。打席には4番バッター松山。山口、まずは先頭バッターを打ち取っています。初球変化球は空振りです。ここはバッター甘いボールを打ってきますよ。なるほど。さあ何を選択してくるか。豪快なスイング打ちました。ライトへ打球伸びる。打席には5番バッター坂倉。ツーアウトになっています。インサイド変化球決まっています。ここは高めのボール、誘ってきましたが手を出しません。ライトに上がった。ここは打ち上げています。最後はライトフライ、掴んで3アウトです。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ジャイアンツがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、ジャイアンツの攻撃に入ります。西さん、ラッキーセブンとはよく言うんですが、この7回は選手の中ではどんな感情が出てくるもんなんですか。まあこの辺りからね、終盤ですからね、まあ1点の重みっていうのが出るのはこの回あたりからですよね。なるほどね。初球空振りです。ボールになります。ストライクになります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。インコースボール。アウトロー外れます。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。変化球空振り、ワンアウトです。バッターボックスは7番ヨウ。ところまずは先頭バッターを三振に仕留めています。さあ初球は何か。最初は変化球できました。ストライクです。
めに決まりました。ノーボール2ストライクです。変化球低めに持ってきましたがボールになります。変化球空振り、ツーアウトになっています。小宮山さん、現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんがどうでしょうか。まあそろそろ疲れも出てくる頃ですかね。そうですね。ただバッターからすればこの辺りが攻め時でしょう。初球は何で来るか。緩いボール決まっています。ちょっと手が出ないでしょうね。ノーボール2ストライク。ボールになります。さあ勝負してくるのか。ファウルになります。見逃し三振、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう。最後は得意球で見逃し三振を奪われました。まあこれだけいいボールを投げられるとちょっと手が出ないですよね。8回まで来ました。追いかけるカープの攻撃、バッターボックスには6番メヒア。ジャイアンツリードで迎える8回です。小宮山さん、リードをもらってのピッチングとなりますが、やや気持ちの面では楽になってきているでしょうか。まあただ最後までしっかり守りたいですね。確かにその通りですね。ファウルになります。次が3球目、空振り三振、ワンアウトです。バッターボックス野間、まあ、さっきはストレートを打たれましたから、ここは変化球中心で考えた方がいいかもしれませんね。なるほど、組み立てのポイントになってきそうですね。インコース決まってストライク。なかなかタイミング合いません。あっという間に2ストライクです。変化球で空振りを取ります。10個目の三振で2アウトを奪いました。今日は守備で交代してそのまま出場している相澤、前回のゲームでマルチ安打を記録しています。ツーアウトランナーありません。まず何を投げてくるか。最初はストライク。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。
3球目は何で来るか、まあ、ちょっと手が出ないでしょうね。はい、ワンボールツーストライクです。変化球空振り、スリーアウトチェンジ。ご覧いただきましょう、際どいコースに投げ込んできました。三振です。まあ見逃せばボールなんでしょうけどね、どうしてもバットが出てしまいますよ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。2対0、ジャイアンツがリードしています。8回の裏、ジャイアンツの攻撃です。そしてカープはピッチャーが変わります。背番号23、矢蓋が2番手としてマウンドに上がります。先発の山口が打席に入ります。まあ、完封を目指していると思いますから代打はないですね。そうですね。初球は何から入ってくるか。初球大きく外れています。低めの球決まった。内への変化球は決まりません。さあ4球目は何か。インコース決めてきた。ツーボールツーストライクです。